2023年ヤマハ国内レース参戦体制発表会をご覧いただき誠にありがとうございます。司会進行を務めます原由里です。どうぞよろしくお願いいたします。2022年のヤマハ発動機はロードレース世界選手権の MotoGP、 スーパーバイク世界選手権、さらにはモトクロス世界選手権の MXGP や MX2 といった世界トップカテゴリーでランキング2位とチャンピオンに迫りながらあと一歩届かない悔しい思いをしてきました。一方で AMA スーパークロスとモトクロスの最高峰でイーライ・トマック選手が2冠を達成したほか、スーパースポーツ世界選手権とモトアメリカでは連覇を果たすなど多くの勝利を手にしています。そして全日本ではロードレースの JSB 戦で中須賀克行選手が11度目のチャンピオンに輝いたほか、モトクロスでは最高峰の IA1 で2011年以来のチャンピオンが富田俊樹選手によってもたらされ、 J ウィルソン選手が IA2 で勝利したことから2冠を達成、ヤマハ発動機が大きな存在感を示しました。去る2月8日ヤマハ発動機は2023年のモータースポーツ活動について発表していますが、今年も勝利にこだわりながら来るべきカーボンニュートラルに向けた先進技術の開発、モータースポーツの普及、若手ライダーの育成など幅広い分野で活動していきます。今回はこれらの活動を中心となって牽引する全日本参戦チームの監督とライダーが集結し、日本のファンの皆様に向けてその決意や抱負を語ります。また各カテゴリーに投入するファクトリーマシーンを世界初公開しますのでお楽しみに。それでは初めにヤマハ発動機株式会社 PF 車両ユニット MS 統括部 MS 戦略部部長小野哲よりご挨拶申し上げます。2023年ヤマハ発動機国内レース参戦体制発表会をご覧いただき誠にありがとうございます。昨年は日本グランプリや鈴鹿8体が3年ぶりに開催されるなど、多くのファンの皆様がサーキットに戻ってきてくれました。ファンの皆様に囲まれ、熱い視線の中でレースをする喜びをかみしめながら充実したシーズンを過ごすことができました。心よりお礼申し上げます。さて2023年も私たちは基本方針であるブランド価値の向上、市販車への技術フィードバック、モーターサイクルレースの健全なる普及を念頭に活動していきます。特にカーボンニュートラルに向けて世界各国の取り組みが加速するなど、時代が大きな変革期にありますが、レース部門としてはこれまで以上に社会課題の解決と新たな価値創造を意識した活動を行っていきます。まず全日本トライアル選手権では、研究開発部門と進めてきた電動トライアルバイクについて、昨年発表した TYE2.0 をベースに一部仕様を変更した TYE2.1 を IA スーパーに投入し、開発ライダーである黒山健一選手とフル参戦することを決定しました。3年後の2025年 IA スーパーでのチャンピオンを目指しながら、
来年期間を上回る性能と楽しさを持った電動バイクにつながる技術の獲得を目指す挑戦です。全日本ロードレース選手権ではファクトリーチームの YZF-R1 に市販化を目指したキットパーツを採用し、その開発を行いながら勝利を目指す新たな挑戦を行います。同時にこれは高性能なキットパーツを市場に提供し、より多くのお客様を勝利に導く挑戦でもあります。また今シーズンから JSB1000 は世界に先駆けてカーボンニュートラル燃料が採用されますが、各種データの収集に努め、 YZF-R1 で参戦するプライベートチームに展開するなど、競争力を高めながら新フォーマット定着に貢献します。昨年から全日本モトクロス選手権で開発を続けてきたエレクトリックパワーステアリングは、今年開発チームを新設し、開発スピードを上げつつステアリングの電子制御という新たな価値創造に全力を注ぎます。続いて近年力を入れている若手育成活動ブルークルーについても紹介します。まず海外では昨年からモト2世界選手権にオフィシャルチームであるヤマハ VR46 マスターキャンプチームが参戦していますが、今年から新たにスーパーバイク世界選手権に参戦してきた野座根浩太選手を迎えます。アジアから世界に羽ばたくロールモデルとして、世界中の若手ヤマハライダーにとって大きな刺激となることが期待されます。合わせて今年もバレンティーノ・ロッシ選手が主催する VR46 ライダーズアカデミーとマスターキャンプを開催し、各国の拠点と連携して次代を狙うライダーの発掘・育成につなげていきます。国内でのブルークルー活動はさらに強化します。ロードレースでは全日本に併催される JP250 でランキング上位を獲得したヤマハユーザーを選抜、ヤマハモーターヨーロッパが行う R3 ブルークルーカップに派遣します。これは世界で戦える才能の発掘、日本人トップライダーの育成を意識した試みです。モトクロスでは昨年からジェイ・ウィルソン選手によるトレーニングキャンプをスタートしました。これは未来のファクトリーライダーや開発ライダーとなる人材育成ですが、若手ライダーのレベルアップなど全日本の活性化にもつながる重要な活動であることから、今年は回数を増やして実施します。このようにヤマハ発動機は今年もレースを通じてさまざまな活動を行っていきますが、大切なのは私たちの挑戦する姿を通じ、レースを楽しむ多くのファンの皆様に心躍る瞬間を数多く提供することです。ロードレースは中菅選手と岡本選手の2大体制で JSB1000 の6連覇を、モトクロスでは富田選手、渡辺選手が IA1 での連覇を目指します。トライアルは黒山選手による TY2.1 での挑戦とともに、野崎選手が TYS250FI で参戦し、2012年以来のチャンピオンを目指しますので、ぜひご期待ください。今年もヤマハチームとライダーへの声援をよろしくお願いいたします。それでは続きまして、2023年の全日本選手権に参戦するライダー監督の皆さんに登場していただきます。まずは全日本ロードレース選手権の最高峰クラス JSB1000 に参戦するヤマハファクトリーレーシングチームです。ライダーは昨年2年連続となるシリーズ全勝という偉業で11回目のチャンピオンとなった中菅勝之選手と、ルーキーながら7度の表彰台でランキング3位を獲得した岡本勇気選手が YZF-R1 でエントリー。吉川航監督のサポートのもと、今期から導入されるカーボンニュートラル燃料に関するデータ収集やキットパーツの開発に取り組みながら、ヤマハ発動機にとって6年連続となるタイトル獲得に挑戦します。ヤマハファクトリーレーシングチーム監督の吉川です。今年私たちのチームは昨年より継続でチャンピオン中菅勝之選手とランキング3位を獲得した岡本勇気選手の2大体制で全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラスのタイトル防衛を目指します。使用するマシンは2023年モデルのヤマハ YZF-R1 となります。今年より
将来へ向けての取り組みとして JSB1000 クラスで使用する燃料が 100% 非化石燃料となります。これに関しては十分なテストがまだ行えていないので、現在開幕戦へ向けて急ピッチでテストを進めております。チームとしていつも通り安全を担保しつつ乗りやすいマシン、そして戦闘力のあるバイクを用意して、マイレース2人のライダーがトップ争いを展開し、エキサイティングなレースシーンを皆様にお届けしたいと思っております。今年もぜひヤマハファクトリーレーシングチームの応援をよろしくお願いします。ヤマハファクトリーレーシングチームの中須賀克之です。昨年は全戦全勝という完璧なシーズンを過ごすことができました。これもヤマハファンをはじめチームスタッフが完璧なマシンに仕上げてくれたおかげだと思っております。今年も昨年のような完全なシーズンにできるよう自分自身もしっかり準備してきましたし、マシンの仕上がりも完璧に仕上がっているので、一戦一戦集中していいレースをしてですね、昨年加入した岡本選手と共にいいレースをして、ヤマハファンの皆様に熱いレースができるよう精一杯頑張っていきますので、今年も1年応援のほどよろしくお願いします。今シーズンもヤマハファクトリーレーシングチームから JSB1000 クラスに参戦することになりました岡本勇希です。昨シーズンは多くの経験をさせてもらい、 JSB マシンに慣れ少しずつ扱えるようになりました。シーズン途中に怪我をしてしまい、結果的に年間ランキングも3位という自分の中で納得のいかない不完全燃焼でシーズンを終えてしまいましたが、最終戦を走り切れたのはチームの皆さんのサポートや応援していただいているファンの皆様のおかげです。ありがとうございました。今はもう怪我のリハビリも終え、 100% の力を発揮できるまで回復しました。中須賀さんという偉大すぎる先輩の背中を追いかけて、まずは開幕戦から1勝を目指し、チームの皆さんと共に取り組んでいきたいと思います。今シーズンも応援よろしくお願いします。続いて全日本モトクロス選手権は、国内最高峰の IA1 に2チーム4人のライダーが参戦します。まずヤマハファクトリーレーシングチームは、昨年最高峰で自身初のチャンピオンに輝いた富田俊樹選手と、ランキング3位の渡辺雄介選手が参戦します。さらに開発チームとなるヤマハファクトリーイノベーションチームを新たに設立し、2022年に IA2 でチャンピオンとなったJ・ウィルソン選手が監督を兼任し、開発ライダーとして成長著しい町田浅人選手とエレクトリックパワーステアリングの開発に取り組みます。ライダーは2023年モデルの YZ450F をベースに、それぞれの役割に応じてモディファイしたファクトリーマシン YZ450FM を借り、クラス連覇に挑戦します。ヤマハファクトリーレーシングチーム監督の白柳博です。昨年は富田選手、渡辺選手、 J 選手を応援していただきありがとうございました。おかげさまで IA1 クラスでは富田選手が2011年以来のタイトルを獲得、 IA2 クラスでも J 選手がタイトルを獲得し、チームとしてダブルタイトルを獲得して最高の1年となりましたこと、改めてお礼申し上げます。今年はニューマシンの YZ450FM を投入して、昨年同様 IA1 クラスに富田選手、渡辺選手の2名体制で参戦いたします。このベースマシンはすでに AMA スーパークロスでも勝利しており、ポテンシャルの高さは証明されております。開幕戦に向けて両選手の要望に合わせるためのテストを開始しており、準備は順調に進んでいます。昨年よりもレース数が増えて、やっと本来の全日本モトクロス選手権になってきました。一戦一戦を
確実に戦い、富田選手は2年連続のタイトル獲得、渡辺選手は IA1 での初タイトルを獲得を目指してチーム一丸となり選手をサポートしていきます。ぜひレース会場に足を運んでいただき、選手たちに熱い応援をよろしくお願いいたします。こんにちは。今季2023年もヤマハファクトリーレーシングチームから IA1 クラスに参戦する富田俊樹です。昨シーズンはチーム、スポンサー、ファンの皆様のおかげで自身初のチャンピオンを獲得することができました。ヤマハにも2011年以来11年ぶりにチャンピオンを届けることができて嬉しく思います。今季はディフェンディングチャンピオンと呼ばれる立場になりましたが、僕としては守りの走りをするつもりは全くありません。昨年は8勝を挙げることができましたが、今年はより勝ち星を挙げれるよう攻めの気持ちを忘れず戦っていきたいと思います。それに徹することができれば2連覇できると確信しています。レースに向けてすでにマシンテストは始まっていますが、2023年モデルの YZ450FM の戦闘力の高さには驚かされています。今年も素晴らしい環境でレースができることに感謝し、ヤマハ発動機とともに戦っていきます。今年も熱い応援よろしくお願いします。今シーズンもヤマハファクトリーレーシングチームから全日本モトクロス選手権 IA1 クラスに出場する渡辺裕介です。昨シーズンはシリーズ前半戦なかなか思うようなレースができず、ランキング3番ととても悔しいシーズンとなりました。しかしシリーズを通して学べたこともたくさんありました。今年は新型 YZ450FM のデビューイヤーとなります。このオフシーズンはチームスタッフの皆様と一丸となってマシンテストを重ねて、とても素晴らしい戦闘力のあるマシンを作り込むことができました。あとは僕が勝つだけです。昨年の悔しさを強さに変えて、今年こそは進化した YZ450FM とともにヤマハの素晴らしさ、強さをレースを通して皆様と共有できるよう、そしてチャンピオン獲得を目標に精一杯戦います。今シーズンも熱いご声援よろしくお願いいたします。Hi, I'm Jay Wilson, and for 2023, I'll be serving as both the manager and one of the riders for the Yamaha Factory Innovation Team. That's new for this year. The team's role will be to work with Yamaha's R&D division to develop new technology in one of the hardest environments it can be done in, racing. This season, we'll be riding the 2023 YZ450F in the top IA1 class of the All Japan Motocross Championship. We're going to continue on with our work from last season,in developing Yamaha's electronic power steering system. For myself, I'll be filling a lot of roles, acting as team manager, rider, sometimes coach. I want to improve our team's development capabilities and also help my teammates Asato Machida get better as a development rider. As a coach, I'll be working with up and coming Yamaha riders and also offering my support to Yamaha's factory riders. As a rider, my goal is to win a lot of races just like last season, while also working on the EPS system,with my ultimate goal being to win the IA1 title. 2023 is going to be even busier than last year, but I'm excited about taking on the new challenges. I'll give it my best with the hopes that all our efforts this year boosts Yamaha's value and promotes the growth of motocross in Japan. Keep cheering for us in 2023.ヤマハファクトリーイノベーションチームから IA1 クラスにゼッケン16番で参戦させていただきます。町田麻人です。昨年は EPS 開発テストライダーを行い、 J さんと EPS を仕上げていくことができたと思います。今年は J ・ウィルソン監督のもと、レースを通して EPS など先行開発を進め、
次なる目標の商品化に貢献したいと考えています。またライディング面では J. ウィルソン監督から開発レースを通して多くのことを吸収し、昨年から取り組んでいる YPJ MT Pro を使ったトレーニングも行い、より良い成績でシーズンを活躍したいと考えています。多くの皆さんにレースを見て楽しんでいただけるよう取り組んでまいりますので、応援よろしくお願いします。最後は全日本トライアル選手権の最高峰 IA スーパーにはヤマハファクトリーレーシングチームから、昨年同クラスでランキング2位の黒山健一選手が出場します。マシンは TYE2.1 を投入。全日本では史上初となる電動トライアルバイクでのフル参戦となります。3年後の2025年 IA スーパーでのチャンピオン獲得を目指しながら、電動バイクの市販化につながる技術の獲得に挑戦するプロジェクトです。またチーム野崎ヤマルーブヤマハからは、昨年 IA スーパーでランキング4位の野崎文隆選手が参戦します。マシンはエンジン車の TYS250FI を使用し、自身初、当社にとっては2012年以来となるチャンピオン獲得を目指します。ヤマハファクトリーレーシングチームトライアル監督の佐藤義行です。いつも黒山選手、そして野崎選手を応援していただきまして本当にありがとうございます。昨年もこの場でチャンピオンを目指してというふうに話をさせていただきましたが、残念ながらチャンピオンを取ることができませんでした。非常に悔しい思いをしておりますが、それ以上にファンの皆様に期待を裏切るような形になってしまって申し訳なく思っております。今年こそチャンピオンをと言いたい部分ではございますが、皆様ご存知のように今年は電動トライアル車両 TYE で全日本トライアル選手権にフル参戦します。我々は電動車両でエンジン車両に戦いを挑むというふうな形になりますが、昨年の世界トライアル選手権フランス大会のように厳しい戦いになることは予測しています。しかし我々はヤマハのモータースポーツにおけるカーボンニュートラルの取り組みをいち早くトライアルで実現できることに対し非常に重要な意味を持ち、全日本トライアル史上初となる、ヤマハ史上初となるエンジン車両に電動トライアル車両で戦いを挑むという挑戦者としての気持ちを持ち、一歩一歩ステップを踏みながらチャンピオンを目指してまいりたいというふうに考えています。マシンは昨年フランス大会に出ました TYE2.0 をアップデートし TYE2.1 を準備中で、今現在テストを行っている最中です。開幕戦に間に合うようマシンを仕上げてまいりたいというふうに考えています。一方の野崎選手は昨年同様エンジン車であります TYS250FI で参戦します。チーム体制を一新し、新たな気持ちで野崎選手も参戦していただけるというふうに思っています。今年の全日本トライアル選手権は昨年同様年間8戦で組み込まれておりまして、市街地で行われますシティトライアルジャパンが最終戦に組み込まれており、 IA スーパークラス選手選ばれた上位の選手によって戦いが行われるというふうな形で伺っております。電動車両である黒山選手、エンジン車の野崎選手、そしてライバルメーカーとの戦い、今年の全日本も非常に面白いレースになるのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただいて、黒山選手、野崎選手、そしてヤマハの応援を
お願いしたいというところであります。ヤマハは挑戦する気持ちを持って今年もレースに参戦します。ぜひ皆様応援の方よろしくお願いします。頑張ります。ヤマハファクトリーレーシングチーム黒山健一です。12歳の頃より乗り始めたエンジンバイク、そしてずっと走り戦い続けてきたエンジンバイク、それを去年で卒業しました。そして新たに今年からヤマハの電気バイク TYE2.1 で全日本選手権フル参戦決定しました。ということで、今までにはない戦い、厳しい戦いにはなると思いますけども、まずはポイントゲット、そして10番以内、6番以内、3番以内、そして優勝、もう狙う順位はたくさんあります。どんな景色が見れるのか、そしてどんな戦いが待ち受けているのか、僕にもさっぱり分かりません。なのでぜひとも今年は皆さん、現場全日本トライアルの会場まで応援に来てください。この感動と気持ちをぜひとも皆さんと共有したいです。そして TYE の音と雰囲気をぜひとも皆さんに感じてほしいんです。ということで皆さん、今年はぜひ会場まで来ていただき応援をしてください。よろしくお願いします。そして僕自身精一杯頑張りますんで、力強い声援と拍手、そして応援をお待ちしております。そこのあなたも、そしてあなたも顔を覚えましたからね、ぜひとも応援をよろしくお願いします。チーム野崎、ヤマルーブヤマハの野崎文隆です。2023年は昨年同様、エンジン車で全日本選手権を全8戦、戦わせていただきます。その他に世界選手権日本大会に出場予定なので、応援いただきたいと思います。レース活動以外でも、スクール活動、それからオフロード車を使った PR 活動をさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆様と触れ合う機会を、作りたいと思います。全日本選手権の方にも、応援に来ていただき、会場で直接、声援をいただけたらと思います。応援よろしくお願いいたします。ライダーと監督、それぞれが今シーズンに向けての熱い思いを語ってくれましたね。ファンの皆様にもその思いが届いたのではないでしょうか。さて、シーズンは世界選手権から順次スタートし、全日本は4月上旬に開幕する予定です。近年はライブ配信などが整備されていますが、ぜひ会場でモータースポーツを楽しんでいただくとともに、たくさんの心躍る瞬間を届けるために全力を尽くすヤマハライダーへの応援もよろしくお願いします。それではサーキットやコースでお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。